お前たちがバッドテーマーズか。まったく困ったことをしてくれたものじゃわい。だが、私が天空パレスで見た謎のテーマは今回捕まった中にはいないな。え、そうなんですか？ああ、そいつは多分俺たちのボスだな。え、アンさんたちにはまだボスがおるんでっか？なんだよ、せっかくみんな捕まえたと思ったのに。君たちのボスは、一体どこにいるんだい？それは、あら、ボスなら、カチコチ山脈に隠れてるわよ。おい、何あっさりバラしてて。ええじゃない、どうせボスを見つけたって、こいつらなんか絶対来ないわけないんだから。なるほど、カチコチ山脈か。プレビス演者も何か心当たりでもあるのか。微妙ですが、今の確かにその場所、構成データに異常が起きてるようです。よし、その後はこれは俺たちみんなで。いや、それはダメだ。もしかしたらまだ、この街に何か起こるかもしれない。この情報を俺たちの誘い出す罠かもしれない。確かにユージさんの言うとる通りですわ。今皆さんたち街を離れてもらうわけには。で、僕が行って調べてきます。年々前すまない。よろしく頼むよ。そうだな、確かに今はそれが一番だろう。では NNMI を改めて命じる。これからカチコチ山脈に向かい、バッドテーマーズのボスを探し出すのだ。はい、わかりました。しっかり頼むぜ。うん、大丈夫、任せといて。どうだったかな、潜水系のやつ使える人いないと進めなくなる可能性あるぞ。いや、スキル系ないからいけると思うんだけどな。どうだったかな。怪しいな。うん、中ボスとボスがいることも覚えてるし、どんなステージだったかも。なんとなく覚えてるのかな。結構気がかりなんだよな。めっちゃ道に迷った記憶があるんだよな。ここがカチコチ山脈だね。早くバッドテーマーズのボスを探せなきゃ。隅々まで探索することがここの装置クリアの近道だった気がする。マジで細かいところにいた気が、なんか細かいところで行かないといけないところもあったしな。いや、メタルマメモンは完全体か。この感じ見ると覚えてないな、やばいな。友情のデリメンタルを手に入れた。友情のデリメンタル誰が使えたっけな。あー、どっちだっけ。
上か下かちょい悩むぞ。最終的には水の中に入らないといけないけど、大体陸ルートで行けたはずなんだよな。中細は陸地にいたけど、水中に入って出た先すぐにいた気がするから、もう知らない人結構ネタバレ感あると思うけど、マジでそうでもそういうの考えないとね、たどり着けないんだよ。ほら、まだ行ったことあるところに戻ってきたでしょ、ここ。迷うんだよ。同じところぐるぐるするステージ嫌いなんだよ。あ、これ戻るルートだ。シャコモンとホエイオンがいたことは覚えてる。ハンジョモンもいるね。ていうかな、同じ名前の同じようなステージ結構あるからな。他の作、あの、
次のステージ、次のシリーズとかでも、名前を、全く同じな名前の場所あるからな。結構ごっちゃになってんだよな。いや、究極体倒すんだからもうちょっと経験してほしいんだよな。いや、ギーモンとババモンぐらい経験してくれていいと思うんだけど、1体あたり400ぐらいずつ。出るあれだな、経験値少なすぎるんだよな。追加究極体ぐらいちゃんと経験値くれるようにしてほしいな。あんま倒すメリットがないもんな。どっちだ？これ当たりか外れかちょっと怪しいぞ。似たような感じの結構あるけど、当たりだったら中ボスがいる、外れだったらなんか進んでいったら結構最初の方に戻される。どっちだろうなこれ。確かにな、2択なんだよな。こういうところ普通のところにもあったしな、中央そのところにも似たようなところあったんだよな。
やっと見つけたよ。君がバッドテイマーズのボスだね。ああ、まさかお前は、なぜだ、ここはデジモンが強くて誰も来ることができないはずなのに。まさかこんなはずない。アンビリーバブル。さあ、逃げる場所もないみたいだし、おとなしく捕まってもらうよ。ふ、そう簡単に捕まるってしまうものか。おい、アノン D、例のあいつを頼むぜ。え、アノン D。やれやれ、誰かと思います。また貴様か。いつも邪魔をして目障りなやつだな。そうか、バッドテイマーズの裏にはアンノーン D、君がいたんだね。彼らを使って今度は何を企んでるの？貴様がそれを知る必要はない。さあ、いでよ、バイフーモン。なんだって？ふふふ、どうだ、驚いたか。さあ、バイフーモン、あいつなんか焼き付けてしまえ、行くが。そうか、金論文、戦友門がおかしなってたのも君たちの仕業だったんだね。ああ、そういうことだ。前の2体はお前に邪魔されたけど、今度はそうはいかないぜ。こっちだって絶対に負けないよ。いや、このメンツで勝てるかな。言うてちゃんと育ててないからな。骨コンボ打っといてあげよう。なんか思ったより強くなくてちょっとがっかりしてるのが。姿勢重慶初見で挑んだらちょっと悪戦するはずなのに。なんでこんなあっさり。ボーパルアックス。うん、バイフーも気がついた。しっかりして。僕なら大丈夫。君のおかげで目が覚めたよ。ありがとう。アンビリバーブル。まさかこんなはずじゃ。おのれ、また失敗か。アンノーン D の気配が消えた。よし、じゃあ君だけでもおとなしく捕まえてもらうよ。うん、そう簡単に捕まるものか。捕まえられるものを捕まえてみるんだな。あ、しまった。僕はこのまま彼を追いかけます。わかった。くれぐれも気をつけてね。僕はアンノーン D の気配を追ってみるよ。はい、わかりました。よし、今度こそ彼を絶対捕まえるよ。いや、一発で正解当てたはいいけど、アイテムの回収し忘れがもういい気がする。まあいいや。どうせ何回か来ることになるんだし、ついでに探索しよう。スキャンデータ集めやら、周回しに来ないといけないもんな、どっち向き。そう、まだ来るのか、しつこいやつめ。あ、待て。